はいよろしくお願いします、えー。今回は高校受験対策の関数シリーズ第43弾をお送りします。で今回この問題やっていきますのでまず一回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。では画面下げますのでお待ちください。いくよ。よっ。 でちなみに今回この問題を採用した理由がですねえ結論から言うと3番で、えー、座標を文字を使って置いて、まあ、面積勝負でやっていく問題なんですねで今までまあ関数シリーズ見てくださってる方とか自分で問題集いっぱい解いてる方とかなんかその文字を使ってさ面積でいろいろやっていくって出てくるじゃないですかで非常にそのやり方とかそれをマスターするのって大事なのね高校受験においてもちろんその高校入ってからもそうなんですけどただハードルが高い 通学苦手な子からするとでも、えー、その1段階レベルアップその段階を上に上がるためにはやっぱり難しい問題いきなりドーンってやるよりもちょっと触れやすい問題が欲しかったのでそれがこの問題なのね非常に、えー、レベル的にはその文字を使う問題の中ではやりやすい方なのでもしねちょっとそこ頑張ってみようかなと思っている方は3番まで是非解説聞いてもらって何回も練習して自分の力で解けるようになってくださいここ第一歩だと思います これがクリアできると、いろんな問題にこうチャレンジする。権利を得るって言ったらおかしいけど、そういう状況になれると思いますので、ぜひよろしくお願いします。では、まずね、いつも通り、ここに情報を書き込んでいきましょう。曲線 A がですね y、y イコール2分の 1x2 乗。ちょっと消しましょうか。これですね、2分の 1x2 乗と書いてくれてて、で、えっと、A の、X 座標が4である点を A。つまり、こいつの X 座標が4。 y がががかりませんががですねいつも言ってるようにもう埋めちゃいます片方の座標分かったら基本的に出しちゃう出せるんであればねでここのちょっと入んなかったから縮めるよ A は y イコール =2 分の1 x 乗の上にあるそれの上にあるってことは代入ができる x が4だからその x を4を代入すると y=2 イコール2分の1かける4の2乗だから16つまり Y イコール8になるから y 座標が8だよねといいねこうやって反射的にすぐ出せるようにしておきましょうで次がえ y 軸上の点で y 座標が10と6である点をそれぞれ BC とつまり BC とするつまりこいつら2つの点のこれで y 軸上にあるから x 座標は0だもんねこいつらは0で y 座標が10と6です で線分 OB ここね OB の中点が D 中点でちょうど半分ど真ん中のことだからここが010だから D は05だよね半分だから中点なんでねでこれで情報法 OK かなじゃあやっていきましょうでまず2点 AD を通る直線の式まあよくあるパターンだね直線の式と言われたら まず Y イコール AX プラス B といいね直線の式を求めたいって言ったらこうやって置きますこうやってでもちろん傾き出してっていう方法もあるんですが通る2点これの座標が分かっている今だったら A と D ではねここ通るって分かっているから4の8と曲がっちゃった 0の5を通るって分かってるんでそれぞれ x と y に代入して2つの式を作るでそれを連立方程式で解けばえ式が出せるよという流れなんですけど今回はねそのここ y 軸上にぶつかってるところこれ y 切片切片ね切片が分かってる切片5だからさ今。ってことは切片が5だから最初からこの部分を5ってしちゃえばいい。 直線の式と y 軸でぶつかってる部分が切片って言います。そこの数字は y コール ax プラス b の b と対応します。だからここの数字とここの数字一緒になるの。で、最初からこうやって置いちゃおうぜっていう。で、これ使ったからもう消しておきます。じゃあ、あと使ってない4の8を x に4、y に8を代入して、8。 イコール 4a プラス5とまとめると 4a イコール3となるので両辺4で割って割り切れないからね a イコール4分の3となりましたじゃあこの a を元々の式に戻してあげると求めたかった直線の式は y イコール4分の 3x プラス5となってこれで終了ですいいかな で、書き込んでおきましょう情報更新されたんでね4分の 3x プラス5とで、2番行きます三角形 OAB の面積求めなさいと OAB ですね、ここですねこの三角形の面積求めますで、関数の中で三角形の面積求めろってよく出てきますで、覚えておいてください三角形の面積を求めるときは底辺を、X X 軸もししくは Y 軸軸にしますい X 軸か y 軸にする。でだいたい解けるからそれで。でもしダメだったらその x 軸と y 軸で切るっていうちょっとレベルアップしたやり方が必要になるんですけど基本的に x 軸 y 軸に辺があるならそこを底辺としてください。今回であればここ y 軸の上に乗ってるここが辺があるよね。じゃあこいつを底辺にする。でこれを底辺にしてしまえばこの座標がさ 0の10なんだよ。10なんだよ。ってことは、ここの長さ10だよね。底辺。で、そこを底辺ってしたことは、したってことは、高さはどこなのって。高さは、ここですね。この長さ。これが高さになる。じゃあ、そこの長さいくつって言われたら、まあ、当然、この A の座標を使うわけよ。で、A は4の8になってるので、4の8っていうのは、原点から、 4の8なの。ってことを表してる。4の8。今見てわかるように、長さ4。長さ8なわけ。ってことは4だよね。長さ4って言ってるから。じゃ、あ底辺も高さも揃ったから、三角形、OAB の面積は、底辺かける、高さかける、忘れずに2分の1ね。三角形だから。あ、もしくは割る二でもいい。ってやると、 答えは20になりますよと。これで終了です。で、ちなみに細かいことなんですが、今回の問題ではセンチメートルを使えみたいな指定がありません。単位の。問題文にも単位なかったね。ってことは答えの欄にはこれだけです。20って書きます。面積って言われただけで、なぜか反射的にね、まあ気持ちはわかるんだけど、平方センチメートルつけちゃう子いるんだけど、ダメだよ。これセンチメートル使えっていう指示があったらつけてください。平方センチ。でも今ないからね。 だから単位なしで OK です。で最後3番ね。四角形 ABCE。ちょっと E がねさっき俺が消えてもうた。この辺だね。まあ E はこの OA この上に乗ってるんですけどどっかにあると。でこいつの面積が三角形 OAB の面積の二分の一であるときに点 E の座標を求めなさいと。じゃあ先に、えー、ABC ちょっと引いとこうか。ここ結んでここっすね。 斜線引きましょうこの四角形の面積がさっき出した OAB の半分二分の一だから。ってことは20の半分だからここ10なんだって。じゃあその時に E でこの問題だけではないんですが数学で求めたいものを文字を使って置くっていうのは基本的な流れです。これはもう、えっと、文章題とかでも全部そうだね。じゃあこの E のちょっとか、まあ、消すよ。E の座標を 置きましょうと文字を使ってただ座標ってさ、X と Y って座標2つあるから、文字を2つ使って、A と B みたいな、X と Y みたいな感じで置いちゃう子がたまにいるんだけど、置く文字は基本的に1つにします。1つ。どうしようもなかったら2個でいく。2個で行くパターンもあるはあるんだけど、基本的に1個にする。じゃあ、どっちを置くのかっていうと、必ず X 座標を文字を使って置いてください。 で何の文字使っても構わないんですけど自分関数では t を使うことが多いのでちょっと t でいきますここを t って置くんです置くそうすると結論から言うとこっち y 座標は 2t と置くことができます 2t ですここだよねここがポイント今回何でこう置けるのかっていうさっきさ一番最初 a の座標を求めた時のやり方ちょっと思い出してください最初ここ8なかったですよね X 座標しか分かんなかったんです。でも出せました8って。どうやったかっていうと、A がこの y イコール2分の 1x2 乗の関数の上に乗ってるから、X 座標代入 OK だったわけよ。それを使います。じゃあ、E、こいつは何の関数の上に乗ってるって考えたら、ここですよね。直線 OA。 こいつの上に乗ってるでもこの OA が Y イコールホニャララが分かってないじゃあ出そうぜっていう考えるのこの OA は直線です直線だから Y イコール AX プラス B と考えるんですがこれ原点通ってるんだよね原点通ってるってことはまあ比例なわけよまあ比例というか切片0だからこっちないの0通ってるから切片0だからプラス0って書く必要ないでしょ だから Y AX で、OK、なわけ。置き方が。であとは4の8これ通ってるじゃん A をじゃあ X のとこに 4Y のとこに8を代入して、えー、A4 になっちゃうからですね 4A 求めると A イコール2となりましたつまりこの直線は Y イコール 2X ということがわかりますこいつです OA の直線はね じゃあ何のためにこれ出したのかっていうと、これ置きたかったわけを消します、一回。x 座標を t って置きました。この直線の上に乗ってるから、この t を x に代入することができますよね。じゃあ代入したら、x が t に変わるから、y イコール 2t。これ何かっていうと、y 座標は 2t ですよと。つまりここ 2t。となって座標を置くことができます。 準備ができましたじゃあどうやっていくかっていうと今ねこの四角形の面積10じゃないですかさっきの説明から言うとただ四角形の面積って面倒くさいんですよめんどくさい出すのが四角形よりも三角形の方が絶対に簡単です面積だったらじゃあもちろんこれ四角形でねゴリ押しでできないことはないと思うんだけどちょっと面倒くさいからちょっとえー、ちょっとちょっと言ってる、えー、と変化球というか工夫しますでどうするかっていうともともとね さっき三角形 OAB 青の部分ここの面積20って出しました今赤が10です半分の残りを見ましょうここですこっちこの青と赤はもともと三角形 OAB の中に入ってますよね全部で20ってことでこっちが10だったらここも10じゃん面積1010 10で見えなくなるから消しちゃうね いいかな全体で面積20ここが10じゃあこっちも10でしょって何度も言うけど三角形の方が簡単ですしかもこの三角形底辺がちゃんと y 軸に取れるので出しやすいんだよねじゃあどう出すかっていうと底辺ここです c の座標は6って分かってるから底辺は6です6あとは高さ斜線引いたから見にくいね高さはここになりますここ この座標っていうのは E を使うよね。今 E は T の 2T です。さっきと同じ。T の 2T。T の 2T。ってことは、ここは T です、長さ。T の 2T だから。底辺も高さも揃いました。行きましょう。底辺は6。6× 高さ T。で、三角形だから忘れず1 2分の1。これが、今10になるんだよね。面積が。じゃあ、あと解いていきます。これ約分すると、 3t イコール10両辺3で割ると t イコール3分の10となりましたでここまでやっていくとねよっしゃもうやりきったぜって感じでね勢いで3分の10を答え書いちゃう子がいるけどバスクラウだからね気をつけてね今は何を求めなきゃいけないのかも、えっと、も戻ります今は点 e の座標を求めなさいなので点 e はこいつですじゃあ入れましょう t も分かったからね e の座標は X 座標は t のまんまだから3分の10を戻せばいい3分の10で y 座標は 2t だからこいつに2をかけて3分の20となってこれで終了となりますなぜ赤青赤の青でまた書いてしまったのか申し訳ない線だけ赤にしときましょうもう間違えちゃった色ね申し訳ないいいかなこんな感じでぜひやってみてください えー、しつこいようになりますが、えー、文字を使った面積の問題っていうのは非常によく出てきます。非常にくく出てくるで今までもうそれが出てくるだけでも,もう無理って言って捨ててた子もね多いと思うんですよ。 でもちろん、えー、受験を考えた時に、得点をね、この科目でこのぐらい取りたいという作戦を立てていく中で、そこまで取らなくていいと数学で必要なければいいです。捨ててもらっても構わない。それは強要はしないんですけど、もし、このね、文字を使った面積の問題にちょっとそこまで解けるようになりたいと思ってる方は、非常にレベル的には、まず第一段階ではいい問題です。なので、えー、繰り返し練習してもらって、ぜひ、えー、説明聞いて分かっただけじゃなくって、自力で解けるとこまで持っていってください。 では今回はね高校受験対策シリーズの関、じゃ高校受験対策の関数シリーズの第43弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました